ファイト&ラブ、どんな意味が込められてるんですか？はい、この曲はやつるぎダンス、ね、から始まった、僕が歌っているけれども作ってるのは川瀬智香先生、カラードチキンメーカーズっていうバンド今一緒にやってるんですけども、その、バンドで作りました曲です。で、歌う僕としてはですね、大人側として子供たちにメッセージを伝えている、そういう曲になっています。で、今流れていますけども、ここファイオラノラノファイ、ここをですね、皆さんに歌っていただきたいです。もうすっかり練習してきてる皆さんもいるかと思いますので、あってよろしくお願いいたしますよ。はい、それでは早速歌っていただきましょう。ファイト&ラブ、日野翔吾さんです。お願いします。はい、僕の方から曲紹介をさせていただきます。もう一回ちょっと説明させていただきますけども、この曲は日本ローカルヒーロー大決戦の主題歌でもありますけれども、実はこの曲の制作の依頼をいただいたときに、このローカルヒーロー祭りのテーマ曲としても流せるような曲を作ってくださいっていう依頼をいただいております。なので本当にこの今日ここに歌うために作られた曲と言っても過言ではないので、僕はそういうつもりで歌わせていただきます。それでは聴いてください。ファイト&ラブです。寒くなってきたからみんな体を動かすといいと思うよ。大きな手拍子をお願いします。僕らはそうだった、テレビのヒーローに憧れて、誰にでもポーズを決めた思い出があって、世界は輝いた。僕らが力を信じずりそうになった時は、ヒーローが気づかせてくれた愛なき強さの出会った。こうして